10月2日の記者会見で、創業者、ジャニー喜多川氏と決別し、再出発を宣言したジャニーズ事務所。新会社では、タレントやグループと、個別にエージェント契約を結ぶ体制を進めていくと発表したが、混乱も大きい。エージェント契約になれば、仕事内容はタレントが比較的、自由に選ぶことができるようになる一方、主体的にキャリアを組み立てていく視点が必要になりそうだ。各グループやタレントたちは、今後の契約について頭を悩ませているところだろう。すでに5日には、木村拓哉が新会社とエージェント契約を結ぶ方向だと事務所側が発表したが、他のタレントやグループがどうするかの報道は出ていない。各所属タレントからは戸惑いの声も大きく、4日に更新された YouTube、ジャニのチャンネル、で、平成、ジャンプの山田涼介は、正直、我々も、全容がわからない部分も多い、とこぼし、カトゥーンの中丸雄一も、エージェント契約自体、そもそも 100%、わかってない、と発言している。手探り状態ではあるが、エージェント制で生き残れるかどうかは、今までどれだけ活躍の場を確立できたかが鍵を握りそうだ。そこで、全国の女性500人に、ジャニーズ事務所に所属する全18グループから、エージェント制でも生き残れそうなグループについて聞いた。ベスト5を発表しよう。第5位、関ジャニ∞、38票。個性が強いが、場に馴染むのがうまい。デビューまですごく苦労していて、関西からのデビューで珍しく、今までいろいろな困難を乗り越えてきている。経歴も長い。メンバー間できちんと意見を言えて、グループでまとめられそうだから、うまく世間の荒波を越えていけそう。第4位、キンキキッズ。49票。アイドルの域を超えて、それぞれがミュージシャン、ミュージカル俳優としての地位を確立しているから、センスがいい。時代の波の中でもサバイブできそう。歌がうまい、舞台もうまい、人柄もいい。グループとして好感がある実力派だから、男女関係なく熱心なファンが多いし、歌もトークもうまく、好感度が高いので、年齢が重なるにつれ、ドラマ、映画、舞台で厚みのある演技が増してきているように感じられる。仕事に対する姿勢も真面目、自分たちの世界観がしっかり作られているから、第3位、時を、54票、もうすでに会社立ち上げてるし、メンバーもいい大人だし、うまくやれそう。すでに独自の活動ルートを確保できる状況にあり、支援者からもそれを望まれている環境にいるから、メンバー個々のキャラクターがあり、歌や踊りといった一般的なジャニーズの保有スキル以外に、ドラマやバラエティで活躍できる知名度、人気度を持っているから、鉄腕ダッシュ、でいろいろなことに挑戦していて、ジャニーズらしくない取り組みが評価できるし、木島ほか2人で会社を起業している、すでに主導的に各メンバーが活動している。その活動に後輩も参加させて、自分自身の活動の幅だけでなく、後輩の可能性も伸ばそうとしている姿を見て、そう思った。第2位、スノーマン、85票、嵐を除いたら、なんだかんだ一番ファンがいると思う。今一番勢いがあるから、一人一人が頑張れば、それぞれの個性を活かして活躍できそう。メンバー一人一人の人気があり、モデルや俳優、アイドルとして皆多方面で活躍しているため。現時点で、年齢問わず多くのファンがおり、今後も多くの人から愛されるメンバーだと思う。一人一人しっかりと個性があり、それぞれ考えを持ち、芯がありながら、お互いを尊重し合えている。全員の歌やダンスの技術、表現力は群を抜いている。メグロハスの演技力、表現力、間の取り方などもパーフェクトデビューまで時間がかかったメンバーが多いから、結束力が強そう。人数が多いから、多方面で活躍できると思う。第1位、ラン、136票、5人とも、個人の知名度、仕事量が桁違いだし、国民に愛されている。嫌いな人はそんなにいないはず。グループとして存在感があるし、メンバーそれぞれが独立して活躍できる力と場所がある。各自が長く培ってきたノウハウ、キャリアがあるので、むしろエージェント契約がふさわしいと思うファンじゃなくても、
メンバーの名前と顔が一致するくらいの個性がある。個人でもグループでも生き残れそう。なんといっても人気は絶大。各人がそれぞれ一人でも活躍できるし、知名度も高い。あとはリーダーの大野くんが帰ってくるだけだ。わら、6位以下は次の通り。6位、なにわ男子、24票。7位、ストーンズ、17票。8位、キング&プリンス、15票。8位、セクシーゾーン、15票。10位、平成、ジャンプ、12票。10位、キスマイフット2、12票。12位、カトゥーン、8票。13位、トゥエンティースセンチュリー、7票。13位、ニュース、7票。13位、トラビスジャパン、7票。16位、ジャニーズウエスト、6票。17位、ABCZ、5票。18位、4U、3票。